私、海外でしょっちゅう拘束されてニュースになってるんですけど、今回も12日間イラク北部クルド自治区で拘束をされていまして、大変たくさんの皆さんに心配をおかけしたと思います。申し訳ありませんでした。そして心配してくださった皆さんに感謝を申し上げたいと思います。で、私としましては、ここでまた念を押しておきたいのですが、イスラム国のメンバーなどでは断じてございませんし、支持者ですらございません。モスル奪還作戦の取材の真っ最中に、しかも、大統領の、記者会見の、セキュリティチェックの場で、そのキーホルダーが、普通にポケットに入った状態のバッグをそのままポンと出しちゃったというのは、もう全く、自分の間抜けさ以外の何者でもありませんで、本当に反省しております。ジャパンタイムズの住です。